メテリツァは、ベラルーシのシュタッドラー・ミンスクが展開する路面電車車用。車内全体が低床構造となっている超低床電車である。シュタッドラー・ミンスクは、ベラルーシの首都ミンスク近郊にあるハニパルに工場を有する鉄道車両メーカーで、シュタッドラーレールの子会社として、地元の輸送用機器メーカーのベルコムンマッシュとの共同出資で設立された合資会社である。 2013年に創業を開始して以降、ロシア連邦やベラルーシをはじめとした旧ソ連諸国を中心に鉄道車両を展開しているが、その中で各都市の路面電車用に開発された連接車がメテリツァである。シュタットラーレールがヨーロッパ諸国を中心に展開する路面電車車用タングをもとに、 旧ソ連諸国に適した設計が行われており、低摂氏40度から摂氏40度まで幅広い気温に対応する。また外反に軽量アルミニウムを用いることで、耐腐食性も向上している。動力台車には軸バネと枕バネが搭載されており、状態が悪い軌道でも安定した走行や脱線事故の軽減が図られるほか、2台の誘導電動機を備えた。 動力台車が設置され、リベット阻止による VVVF インバータ制御に対応する。編成は最短2車体、最長7車体まで、蘇生可能であるほか、線形条件に応じて、変運転台、両運転台双方に対応することができる。また、運転台を含む、先頭部分は安全規格の案15,227を満たした構造となっている。車内は、 段差がない100%低床構造で、動力台車が存在する箇所には、傾斜が設けられている。2014年に試作された、最初の車両は、ベラルーシやロシア連邦各地の都市で、デモンストレーション走行が実施された後、2019年以降は、ベラルーシの首都、ミンスクの路面電車である、ミンスク市電で営業運転に用いられている。B85300M という、 形式名を持つ、この車両は両側に運転台がある3車体、連接車で、中間車体が、他都市に導入された車両よりも短く乗降扉も設置されていないのが特徴である。シュタットラー・ミンスクでは、型運転台の同型形式である B853 も発表しているが、2020年の時点で導入例は存在せず、製造も行われていない。 ミンスク市電を運営するミンスクトランスでは今後の路線延伸や旧型車両の置き換え用の新型電車の導入が計画されておりメテリザの導入を狙うシタトラーミンスクも入札に参加することを表明している。地区の路線網で使用されているメテリザ、ロシア連邦の大都市サンクトペテルブルクではそれまで公営企業によって運営されていた 路面電車路線の一部を民間のコンソーシアムに委託することで近代化や利用の促進を図っている。その最初の事例として2018年から営業運転を開始した地塾では開業に先立つ2016年4月に発注が行われ2017年から3時にわたって製造が実施されたメテリツが使用されている。b 85, m という形式名を持つ これらの車両は試作車と同様に両運転台だが中間車体の長さが延長され台車もすべて動力台車となっている当初の発注量数は23両だが今後も列車本数増加に応じて増備が行われる計画があるまたシタットラーは開通後5年間の車両メンテナンスに関する契約も交わしている南アメリカボリビア第3の都市である コチャバンバ県では各自治体を結ぶライトレールのミトレンが2020年から運行を開始することになっている。これに合わせてミトレンの建設、運行を担当するスペインとスイスの企業による合資会社のとなりは2018年2月に12両のメテリツァを導入する契約をシュタドラーミンスクとの間に交わした。B85601M という形式名を有する これらの車両は、両運転台式の三車体連接車で、欧州基準の車体強度を用いた設計が行われている。生産は2019年から始まっており、ミトレンの開通後3年間は、シュタットラーレールによるメンテナンスをはじめとした技術支援が行われることになっている。ありがとうございます。